はい、今回はモナー Wi-Fi の雑談やっていこうと思います。新年一発目になります。今回の雑談内容なんですけれど、まあね、ルーターとか SIM の話ではありません。まあね、ルルカモナー Wi-Fi の提供去年から受けています。いろいろ使ってみて、まあその都度ね、自分が思うことっていうのを動画にさせてもらいました。まあそれに関してね、まあ思うところもあるので、いろいろな意見をいただいたりはしたんですけれど、いろいろなね、動画を上げていって、まあその動画を上げるたびに備考欄に基本的に割引クーポンっていうのを紹介していました。で、もともとね、最初ルルカが考えていたのは、提供受けた際にね、まあ、このルーターを貸してもらえればいいって感じで、最初はね、1ヶ月間だけ使ってみてくださいみたいな話だったんですけれど、まあ、交渉してね、複数月借りれることになって、あ、まあ、それだけでね、ルルカはかなり満足して、やった、またね、無制限ルーター使えるみたいな感じで喜んでいたんですけれど、プラスアルファね、モナワイワイさんから提示いただいたのが、まあ、割引クーポン発行するんでね、そっから誰かが契約された場合、ルルカさんにチャリンが発生しますよっていうお話もいただきました、一緒に。これに関してはね、そんなにね、影響力がある人間ではないんで、まあ、チャリンが発生するにしてもね、まあ、そんなにはないだろうし、まあ、そもそもね、この割引クーポンっていうのを使うことによって、利用者はね、デメリットがなく、割引して使えるんであればね、まあ、それはありがたいなってことでOKして。で、備考欄に毎回ね、割引クーポンあるんで使ってみてくださいねって感じで紹介していました。まあ、そんな感じでね、割引クーポンを貼って、動画の紹介してきたんですけれど、このね、割引クーポンを利用してくれている方っていうのがかなり多くて、まあもともと自分はね、想定としてはね、まあ数名ぐらいは契約してくれるのかな、ルルカの動画でもとか思っていました。チャリンもね、まあ数名でも発生するんだったら、まあ確かに嬉しいしなとか思って貼っていたんですけれど、現状予想よりもはるか上の利用者がいます。このモナ Wi-Fi のね、インフルエンサーっていうのかな、紹介する人の中で、一人紹介するともらえる単価っていうのがあるんですけれど、それプラスアルファ50人を超えるとね、継続的にちょっとチャリンが発生するよっていうのがあるんですよね。なんですけれど、まあ、ルルカはそこまで言っています。要は50人以上の方がルルカのチャンネルから登録してくれています。これやばいですよね。で、それを考えた時に、で、なおかつ最初のうちはかなりの数動画を上げていたので、まあ、契約してくれる人もいるのかなって感じだったんですけれど、ここ最近ルルカはまあ、ちょっとね、今月何ギガ使いましたよみたいな、そういう動画しか上げていません。なんですけれど、継続的にクーポンの方が利用されているようです。で、そこでね、ちょっとね、考えたんですよね。そのクーポンを使っていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。ルルカの動画を見てくれてるっていう実感にもなるし、まあ、もちろんね、物理的にチャリンが発生するのも嬉しいし、なんかお礼したいなっていうのを考えてみました。何かできるかなって考えた時に、まあ、ちょっとできたらやっぱ YouTube でお礼したいなっていう風に考えたんですよね。 YouTube でお礼できること何かっていうと、まあ、ここ最近ねルルカは YouTube 動画の撮り方とかについての雑談動画も上げてるんですけれど、 YouTube の動画やってる方がいたら備考欄にリンクを貼ってみたいなと思っています。まあこのね、備考欄のリンクっていうのがどれくらいの効果があるかっていうのはまあ微妙かもしれないんですけれど、ルルカのチャンネル自体もね、そんな大きいチャンネルでもないし、効果っていうのがどれくらいあるのかっていうのは微妙な部分ではあるんですけれど、ちょっとしたお礼っていうことも込めてね、備考欄にリンク貼れたらなと思ってます、YouTube チャンネルのね。この備考欄に YouTube チャンネル貼るっていうのは、そこからね、クリックされるとかっていう部分もあるんですけど、それ以上のプラスアルファの効果があったりするんですよね。SEO 効果とかって言ったりするんですけど、SEO 効果的にもいいことだと思います。悪いことは絶対ないと思う。ルルカのチャンネルに貼られて、マイナスになることは一切ないと思います。よろしければなんですけれど、YouTube チャンネルやってる方、で、ルルカのね、モナ Wi-Fi クーポンを使って契約してくれた方は、YouTube のコメント欄にチャンネルのリンク貼っていただきたいなと思います。モナ Wi-Fi 使ってるよみたいな感じのコメントと一緒にリンクの方貼ってみてください。そしたらね、そのリンクっていうのを次のモナ Wi-Fi の動画作る際に備考欄に、ね、貼らせていただこうと思います。まあ、ただし、今回ね、先ほど言った通り、少なくても、50人以上の方がルルカのクーポンを使って契約してくれているので、まあ、その中でね、どれぐらいの方が YouTube 動画を上げてるかわからないんですけれど、多かった場合に関しては、複数回に分けてね、複数名のリンクを貼っていこうかなと思っています。もちろんなんだけど、今から動画のを始めていただいても大丈夫です。YouTube っていうのはね、どんなタイミングからでも始めることができるし、いつでも楽しいです。まあ、ルルカは YouTube がめちゃくちゃ楽しくて仕方なくて、もうね、1年10ヶ月間かな、の間、毎日動画を投稿しているんだけど、全く飽きません。それぐらいね、YouTube って面白いんで、まあ、この機会にね、もしよかったらね、YouTube 始めてみるのもいかがでしょうか。そういう方のね、まあ、一番最初って誰からも発見されることなくて大変だと思うんですけど、ちょっとでもね、お力になれたらなとか思っています。まだね、これは第1弾の考えなんで、とりあえず今回はね、リンクを貼らせていただこうかなと思うんですけど、第2弾、第3弾としては、まあ、考えてるのがね、まあ、ルルカの動画内で、その方の動画を紹介するみたいなね、そういうのもできたら面白いかなと思っています。これから動画始める方の中でも、少なくてもね、ルルカのチャンネルを見てくれて、ルルカのクーポンを使ってくれた方、っていうのが YouTube やりたいっていうんであれば、まあ、ちょっとでもね協力したいなと思っています。まあ、よろしければねリンク貼って損することは絶対ないと思いますので、まあルルカからねお礼ということで、今回ねモナー Wi-Fi のクーポンを使ってくれた人の中で YouTube チャンネルやってる方いたら、今回の YouTube 動画のコメント欄にね
一言とチャンネルのリンク貼ってみてください。今後もね、モナー Wi-Fi に関してのいろいろな動画も上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。もちろんね、今回に関してもビッグオーラには割引クーポン貼っていますので、まあ、この機会にね、考えてる方いたら、まあ、割引クーポンを使って契約してみてください。で、そのね、使った暁にはね、ぜひまだ YouTube チャンネルやっていない方は新しく YouTube 作ってみてください。で、もうすでにね、チャンネル登録されてる方であれば、YouTube のコメント欄にね、リンクの方を貼っていただけたらなと思います。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。